何回か2回ぐらい来てると思うんだけども、特別なところに向かわないで今回のキノコのお話は再び旭川にある神楽丘公園に来ていて、ここはですね、入り口が何箇所かあります。で、小高い山の上の方の裏側の方になります。ここは原生林がね残ってるんで、ちょっとキノコも期待できるかもしれないですね。ここはあれですよね、近年ここでいろんなもの発見してるので、まあそんな形でね、ちょっと行ってみたいなと思います。今日はね、一日いっぱい雨なんですけど、今ちょうど小降りで、小降りというかほとんど降ってないので、まあ降ってきたら退散かなと思ってるんですけど、ただ森があるんでね、森に守られる気がします。で、もう野鳥の声がいっぱいしていて、キツツキ系がドラミングしてるのも聞こえます。とりあえず行ってみましょうかね。ほら、例によって例のごとく蚊取り線香も当然持ってきてますけども、様子見て着火しますね。まあ、こう木の芽が出てますね。土の状態はとてもキノコが出やすい感じの土で、しかもこう住宅街の隣にあるんですよ、この公園。あ、いたいた、なんかいた、なんかね、つついて食べてるわ。巣箱があるんだね、ここね。巣箱がある。お、ほら、シジュウカラ、シジュウカラかなんかが餌をついばんでます。よく見るとそこそこ降ってます、雨。でもさすがね、森の中って雨感じないんですよ。まあ強くなったらね、木通してでも降ってくるんでしょうけども、今のところあんまり感じてなくて。あ、出てる、あ、出てる、これなんか、あれ、見たことないかも。こっからほら、順番に、あ、綺麗だね。ちょっと奥深いんで長靴でも履いてないと入っていけないけど、出てます。それで一枚写真撮りますかね。で、なんだろう、白トマヤタケかな、ちっちゃいかな、わかんないですけど、ね、ここに出てます。可愛いの出てます。陽気かもしれないですけどね。この写真1枚撮りましょうかね。今感じたんだけどね、今日はシーズン的なものもあるのかね、野鳥がすごいです。うん、野鳥がすごいです。いや、じっとしてここに立っていてもちょっと嬉しくなるような感じですね。うわ、ちょっと歩くの大変、これ腐葉土がねすごいんで、歩くとこふかふかで、よく見たらこういうところにほら出てました。まあ、幼菌が非常に多いかなと思うんですけども、この辺りだーっと出てきてて、さすがね、濡れてるところにキノコが出るという感じですね。どこまでもね、これ奥に、どこまでもこれ奥に広がっていってるんですけども、この辺もそうじゃない、この辺も出てるよ、これ、この辺も出てます。朽木には出るんだよね、やっぱりね、あの、なんていうんだろう、雨が降った後とかは、雨が降った後とかは出てます。ちょっとまた歩いてみましょうか。本当不思議ですよね、この住宅街のすぐ脇。まあ、こっから先の小道はちょっと中入っていっちゃうんですけども、
でも距離的に考えるところはやっぱり住宅街の中ですよね、ここ。まあ、この辺に住んでる人たちは自分のお庭みたいな感じだから、その中でこういう自然観察ができるっていうのも面白いとこじゃないかなと思ってますけどね。あとね、キノコに限らずいろんな植物が生えてるんで自然観察いっぱいできますよね。あ、この辺はね、木が薄いので雨が当たります。若干雨が当たります。雨降ってるんだね、実際は。雨の音もしてる。ザーザー。あ、違った。車の音だった。雨の音かと。あ、出てるでしょ。あ、蚊かな？なんだろう、なんか飛んできてる。まだ大丈夫。はいはい、出てますよ。ほら。あら。これなんか触った人いるかな？あ、降ってきた。ちょっと避難気味にしつつ、まあ雨には私ほとんど当たらないので、今この葉っぱに守られて、いやこれはどうだろうね、まあ、違うね。こんにちは。まあ散歩してる人もいますけども、これはどうだろう、苔。これは苔かもしれない。もういい声で鳴いてますね。木に守られよう。雨はなんとかね、今年も収録していきたいので、これも気になるけど、菌類。これはやっぱりキノコの一種かもしれないですね。苔と見分けつかないような部分があったりするけども。激しく雨降ってきましたけど全然当たらない。これもまあ一種の森の恵みというやつかな。いかにもって場所ですよね、ここなんか。こんなのね、旭川の町の中に残っていてずっとキープというかされてるんですよね。若干体に当たってきた雨が。あ、ここら辺はね本当に木が薄い薄い薄い。ちょっと移動しましょう。ほう、面白いよね。いや、もうあれですよ、カメラがなくて傘だけだったら全然へっちゃらです、こんなの。あ、これかわいいでしょ、これ。花火みたいでね。エゾニウかなんか。絵になるね。ここにも野生動物も住んでますからね。キタキツネとか、タヌキとか。おい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 。緑濃いね。雨降ってるとさ、意外と蚊、今ちょっと飛んできてますけどね、蚊とかも少なめになるんだよね。いないとはいない、言わないんですけど。これガガンボ系かな、なんか飛んでて。ちっちゃな、ガガンボではないね。ちっちゃいって言ったけど、あ、スズメバチだね。スズメバチ。巣があるんだな。私のとこは無視していきました。あ、そっか。あのね、いつも結構黒いジャンバー着てるんですよ。そうすると襲ってくるというか警戒するんですけど、私今日は赤なので。無視されましたね。虫に無視されましたね。くだらないこと言ってますけども。あ、ここは通過結構降るよ、ここは。さっと行っちゃいましょうかね。はい、さっと移動しました。人工的な川が流れてます、ここは。小川。今、あ、流れてますね。今日は流れてます。ここもなんかいるんでしょうね。水生のものが、生き物が。おお、おお、釣っ
タがぼっきり折れてる。ツタもぼっきり折れたらもうそこで命は終わりだからね。はあ、この状態でこれすごいな。屋久島みたい。行ったことないんですけど、私屋久島。なんか写真で見た屋久島みたい。え、て、足がこけちゃった。この辺はちょっとさっきわーっと出てたのと違って、今のところキノコ出てないっぽいんですけども、その目標となる木とかがなければ、なかなか出てこないんですよね。いや、そっちの方行こうと思ったんですけどね、かなり雨降ってきたんで、少しずつ戻り気味で観察していきましょう。見落としがいっぱいあると思うので、ちょっとこう入っていってみましょうかね。なんか赤いの見えたんで、今。ひょっとしたらと思って。どうでしょう。あ、出てますね。この赤いの。これもそうですね。やっぱり出てんだ。いやいや。まあ断続的に降ると思うけど、今日の天気予報では一日中雨だから、もうどうしようもないですよね。さっきのあの木の濃いところに行こう。この辺どうなんだろう。わざわざね、ちょっと小雨の日を狙ってきたんですけど。まあこうやってね、森観察するのもまた一つの面白さでもあるのかなと。あの奥はどうなってんだろうとかね、考えながら歩いていくわけですよ。本当にね、食べるキノコだけ求めてる人はそういうことしないと思いますけども。お、これは、これはね、小吹き猿の腰掛けじゃないでしょうかね。これキノコですよ。なんかこの雨も私には気持ちよく感じるんですよ。ここちょっと振りますね。前へ前へ、後ろへ後ろへか、戻るから。何何これ、お花、お花がここに散ってる。やっぱりね、同じ場所に、さっき、蚊が飛んできた場所、同じ場所に来ると、やっぱり蚊が同じところにいるね。縄張りみたいなことなんだろうかね。あれは違う。いや、出てるけど、あれは、まあ、よくあるパターンで、まあ、あんまり見てる人も面白くないよね。それでは面白くないと。まあ基本蚊を恐れていたら森の中とかの撮影できないですからね。でこっちのもう本当に住宅見えるエリアはちょっとささやぶだけで、口木があまりないので期待できない感じだけど、意外にそういうとこにあったりすることもあるからね。あと下ばっかり見てないで、上もね、さっきみたいにあるので。いやいや、歓迎の雨です。ああ、蚊が飛んできた。コニャロですね、コニャロ。まあ蚊もね、繁殖期の時のオスしか血は吸いませんからね。ということは今思いっきり繁殖期ということでしょう。もう本当に山の中行って蚊のすごいとこ行ったらね、もうどうすることもできない、体中プツプツ刺されますから、なかなか出くわさないで歩くことの多い。この辺さっき戻ってきた時のように雨がほとんど当たらない場所だ。この辺楽だったね、さっきから蚊も追いかけてきてる。やだね、お前来るなよ。来る、ずっと来る、こいつ。蚊取り線香炊くまででもないんだけど、来るな。
これさっき取ったとこだね。さっき取った、おなかなかね、手で張って掴もうと思っても、かって掴めれないもんですね。まあ、それだけに集中してたら掴まれると思うけど、今、いろいろ見て歩いてるんで、あれは何かな？違うね。こう探して歩くのもね、なかなか面白いわけですよ。こういったところ、何があるかわからない。野鳥の声がなんか、雨降ると同時に、だんだん弱まってってるような。うん。雨を避けてんのかね。本当にね、短い距離ですよ、今日歩いてるのは。それでもこれだけにね、これだけ出会うチャンスがあるわけです。はあ、匂いはね、山奥に来てるみたいな匂いしてます。いいですね。単なるこのキノコ観察というより、森の観察に切り替わっているような気もしないでもないんですけども、ちょっと中入ってみる？ね、中入ってみないとわからないこともあるので、こっちはさっきのところより歩きやすい。ああ、やっぱり中入らんとわからんことあるんだよね。ほら、これもよく見かけるやつだね。しめじ系なのかな。よいしょ。うわ、ぬるっときたよ。ぬるっときた。なんだ。うわ、虫がたかっとるな。なんでこんなとこまで空き缶が捨てられてるわけ？はいはいはい。ごめんね、君たちの勇気を荒らしたんだね。出ます出ます。本当ね、少年の頃っていうのは公園とかでキノコが出たら飲んでくれってね、蹴飛ばして遊んでた記憶もありますね。実はね、奥深いキノコだったりするんですよね。これも陽菌の塊のような感じですね。あ、出てるね。ちょっと入れば、うん、避けてるけどね。そこに蜘蛛の巣があって、ぶら下がってるちっちゃなやつが、蜘蛛が。はい。まあ森に守られてるっていうかね、雨も実は小降りになってきてます。断続的に来てるので。ここさっき入ったよね、確か。入らなかった？入ったね。これは木の実。幸先は良かったけどね。まあでも結構会えてる方じゃないですか、今日も。まあ予定組んでね、何月何日に行くとかいうふうになかなかできないもんだから、他の参加者の人もね、なかなかできないというか、会えないというか、そういったこともあるんですけども。これはどうだろう。あ、一応そうだね。腰掛け類の一種です。さっき通ったんだけど、やっぱり見落としてるということになるんですよ。こういったことが。はい。ゆっくり歩いていくとね、面白いですよ。見つけられますよ、ちゃんと。ただその見る人、触る人、写真撮る人に興味があるかどうかっていうこともあるし、その辺もあるんだよね。うん。まあだいぶもう車に近づいてきてます。ほら、さっき来た時この辺にあの餌台があってトントンやってたけど、もういないもんね。誰、新たに、これが幸先行く、見つけたやつですよね。
ほら、車の音がね、車道そばなのでこういう感じでガンガン走ってきてるんですけど、はあ、このあ、なんか落ちてるな。なんだこれ、なんだこれ、電源のような何か、わかんない、何か捨てちゃったんだ誰かが。もうそこ車いますから、私に戻ってきました。あ、ここ餌箱のに向かうための小道なんだ。ちょっと入ってみよう。ちっちゃなスコップがついてかわいいね。あ、もう餌いないと思ったら全部食べられてる。さっきの子がね、全部食べてったんだね。で、定期的に来るわけですね、ここに餌をやる人が。なんか出ていそうな雰囲気ですね。どうでしょうか、ここ。なんだろう、これ。なんかいろいろあるね、ここも作ってるね。お、びっくりした、ドキッとしてこうやってたでしょ。こうやってたから、なんかね、生き物がいたかと思ってドキッした。ネズミかと思って一瞬。別にネズミ怖いわけじゃないですけど、急に動くとね、怖いですよね。ああ、この奥にもいましたね。さっきと似たようなやつがね。はい。まあ、こんなとこでしょうかね、今日はね。また、一緒に歩きに行きましょう。ということで、また次回もお楽しみに。